リブ海に行きます。右の下のところにねプエルトリコがありますね。カルロスコロンのね縄張り、プエルトリコの隣にあるのがドミニカ共和国。ドミニカ共和国にも力道山がいるんですね。ジャック・ベネーノっていうレスラーなんですけど、ジャック・ベネーノご存知でしょうか。1982年にジャック・ベネーノがこういう姿になっています。このベルトを巻いてる姿、ジャック・ベネーノが巻いてるベルトが何のベルトだかご存知だと思いますけど、幻の NWO なんですね。そのちょっといきさつをちょっと話させてもらいたいと思います。1982年の11月に行われた試合です。とレスリングタイトルズ .com の、リック・フレアの、試合にのレコードに関してはドミニカに行ってこの試合がしたということは書かれてません。リック・フレアとやってます。ドミニカのスタジアムですね。2万5000人3万人ぐらい入ってるんですかね。ドミニカのスタジアムに入ってまして、ジャック・ペネーニョとリック・フレアの試合でございます。動画が残ってます。動画は残ってるので、ちょっとご覧いただければと思います。スタジアム、サッカースタジアムにね、超満員ですね。流血のリック・フレア、スリーパーホールドをかける、ベネーノ。体全然違いますよね。リック・フレアちょっと小柄なんですけど、ちょっと大型に見えますよね。スリーパーホールドかけて、まあ、ありがちの展開ですよね。攻めて攻めて攻めまくってるんですけど、地元の挑戦者は攻めきれない。そこでパイルドライバーではなくてフェースバスターに行って、ワンツー3つ入ってしまったということです。NWA のベルトを巻いてましたからね。お客さんが収まらないから、まあペネーニョにベルトを渡してもペネーニョがねアメリカとかね他の地区で防衛するということはないから負けたということで話が進んで、フレアが自ら収めたというふうになってるんですけど、ちょっとサイトの方で拾った情報ですけど、このフレアの遠征、ドミニカ遠征にはロディ・パイパー、親友のロビディ・パイパーが一緒に、同行したらしいんですね。当然その敵地、何が起きるかわからない敵地にね、行くことになれば、ポリスマンを連れて行かなければね、一人単身一人でやったらね、殺されちゃうかもしれないですからね、ポリスマンを連れていくということで、リック・フレアのポリスマンとして親友のロリー・パイパーが一緒に行ったらしいですね。2戦行われたらしいんですよ。で、1戦は時間切れ引き分けで決着つかなかったということなんですけど、第2戦に関しては、フレアの防衛という形にしようということで、その防衛の仕方に関してはクリーンな防衛だとお客さんが納得しないんで、セコンドについてはロディ・パイパーがベネーニョにちょっかい出してホール勝ちをするというふうなことを考えて、ロディ・パイパーがリングサイドにいたらしいんですね。いてちょっかい出そうとした時に警備員が2人ロディ・パイパーに銃を向けたらしいんですよ。で、ここを収めるのはロディ・パイパー手を出した瞬間に撃たれて最悪亡くなっちゃうっていうことはね、誰にも得ではないし、あってはならないことなので、フレアが収めたっていうことらしいですね。ポリスも止まるのかねっていうことですが、親友一番気の頃知れた、フレアの気の頃知れた、レスラーがパイパーだからっていうこともあるし、実はね、できないようでできたっていう話もありますからね。その辺はね、一緒に行ったってことはね、そういう最悪なことについても収められるっていうことがあったんだと思いますよね。ペネーノはね、で、それで NWA のベルトを巻いたということですね。プロレスラー兼政治家というかスポーツ副大臣だったりね、ドミニカの猪木、ドミニカの力道山ですよね。NWA の幻の王座になって。